大分里の駅巡りファイナル。おはようございます。僕の挑戦ダッチです。今日の僕の挑戦はこちら。じゃじゃん。大分里の駅巡りファイナル。2月からですね始めましたこの大分里の駅巡りもいよいよ残すところ2箇所となりました。今日行くのもですね、つくみのマルシェ、そして、佐伯の大乳島食祭館、こちらの方に行ってみたいと思います。それでは行ってきます。ゴーゴー。グッモーニー、ボイサンドトライアロントワイサンシャーハン、オブレオトラいないドゥーン。 Today I'm going to つくみドリフィンアイラン。今日はまず大分県つくみ市に向かいます。大分でつくみといえばみかんとセメントが有名なんですが、一番有名なのはなんといってもこれから向かうところなんです。あ、見えてきました。雲は湧き光あふれて。こちらは大分県立つくみ高校です。大分県の甲子園の常連校といえば今は明豊高校なんですが、かつて私の学生時代はダントツにつくみ高校でした。1967年春の選抜、1974年夏の甲子園大会で優勝しています。ヤクルトスワローズで活躍した川崎健次郎投手、日本ハムファイターズのエースだった高橋直樹投手、西武ライオンズの必殺仕事人太田拓司選手、東北楽天イーグルズで首位打者になった鉄平選手などなど、素晴らしいプロ野球選手を輩出しているんです。そのつくみ高校です。今でも野球、弓道、レスリング、ボクシングと頑張ってるみたいです。グラウンドに行ってみました。うっそやろ、練習してねえやん。あ、調べたら専用球場があるみたいです。そりゃそうでしょうね、練習してないはずはないです。ここですね、声がします。さすが元甲子園常連校です。素晴らしいグラウンド。今日は練習試合をしているみたいです。そしてこちらがブルペン、あの川崎投手もここで投げていたと思うと感動です。次はつくみマルシェに向かっています。つくみマルシェは別名イルカ島、イルカに乗って少年がやってきた。フル、こちらつくみマルシェに到着しました。それでは行ってきます。つくみイルカ島、入園料は大人1000円、子供600円です。イルカ、アザラシ、カワウソ、いろいろいます。ここで魚を養殖しているみたいです。ペンギンがいます。あっちやろな。ここでイルカに乗れるみたいです。うわ、乗ってます。イルカに乗ったおじさん。スーツのレンタル料込みで8000円だそうです。こちらではイルカに餌をあげています。恐る恐る。いやいや、ごめん、餌持ってねえし。釣り堀もあります。展望台らしきものがつくみ湾を一望できるようです。とりあえず登ってみました。うわ、いい眺め、これは素晴らしい。海は広いな、大きなとか歌いたくなるような感じです。こっちがつくみ湾でしょうか。
うわ、めっちゃ綺麗な海。マルシェに戻ってきました。ここの里の駅は海産物がメインです。そんな中、名物砂利ソフト400円です。クリームに飴が混じってます。ガリガリガリ砂利、この食感はまさに砂利。面白い食感に加えてチョコとかミントの味が絶妙です。ごちでした。17個目のスタンプゲットしました。さあ、いよいよラスト、宝入島の食材館へゴーゴー。バイバーイ。宝入島に向かうのは2度目です。前回乗船時間に遅れて乗り損なったんで、今回間に合うといいんですけど、ガーン。コロナウイルスの影響で今大入島には観光目的では渡れないそうです。スタンプラリーの締め切りが今週なので、今日が最後のチャンスだったんですけど、そういうわけでほんと甚だ不本意ではありますが、18の里の駅すべて行くことできませんでした。残念。いつかまた来るからな。かくして私の里の駅巡りの挑戦は終わったのでした。じゃじゃん、大分里の駅ネットワークから里の駅スタンプラリーの商品こちら、大分和牛 400g 届きました。どうもありがとうございました。